ちは、くーです。今日は第2弾の動画です。前回ですね、自己紹介動画をお届けしたんですけど、皆さんにたくさんチャンネル登録、コメント、そして高評価いただけてとても励みになっておりますが、実は数日前も動画を撮ろうと思ってこう試みたんですけど、なんとここで一つ事件がありまして、じゃん、こちら YouTube を始めるにあたってネットでゲットしたライトなんですけど、なんて読むのかな、ヨングヌオと書いて、ちょっとなんて読むかわかんないんですけど、書きますね。この中国製のライト のケーブルつないでポチってやれば光るはずだったんですけど、数日前に動画撮ろうとしたら全く光らなくて、なんならちょっとケーブルつないでバチッとか言い始めて火花が散るみたいな、でちょっと心が折れて動画撮れてなかったんですけど、ちょっとこれの原因は今解明中なので、究明中なので、また追って YouTube でライトの話していこうかなと思います。なので今日は快適なこういう丸いライトをちょんちょんと2つセッティングして動画を撮っています。今日は見ての通り、じゃん、すっぴんとなっています。よく、SNS とかライブ配信を見てくれてるみんなは、私がすっぴんでいることは結構普通なんですけど、こうして YouTube でこの動画としてすっぴんが残るのはちょっと恥ずかしいなと思いながら、今日はちょっとすっぴんから始めてとある検証をしていきたいと思っているので、皆さん楽しみにしていてください。今日はこちらの商品も検証していきたいと思います。じゃん、シテラという商品です。これ実は先日ビューティーイベント、とあるビューティーイベントに参加した時に、なんと景品で私がいただいてしまいまして、なんとこれ結構いい値段するんですよ。なのでもう喜びの舞喜びの舞舞ったぐらいです。もう嬉しすぎて。実際これ開けていきますね。なんか開くとこんな感じになってます。箱ね、綺麗な箱に包まれています。こんな感じになってます。中がこれはシテラの美顔ローラーですね。シテラってなんだって思ってる方が多いと思うので、まずちょっとだけ説明します。これ1秒間に1兆回の振動数を誇る純度 99.9999% のケイ素鉱石で作り上げた美顔ローラー。このシテラっていう商品名は、シっていうのがケイ素っていう意味で、でテラーがこのさっき説明した1秒間に1兆回の振動数を誇るっていうところで、テラヘルツでなんか1兆回っていう意味があるらしいです。でシテラーという商品名になっているようです。まあ、ネットで調べたので多分合っていると思います。でお肌のお話からしていきますね。お肌ってこう表皮、真皮、皮下組織みたいな感じで、ちょっと図にできないんで伝わるかわかんないんですけど、表面のところと真皮、皮下組織っていう感じにこう層になってるんですよ。でこの表皮っていうのは1ミリ、この1ミリ下の薄い層のこと、一番表に近い層ですね。まあ、表皮は28日サイクルでこう新陳代謝繰り返しているので、まあいろいろお肌日焼けしたり肌荒れしても、こう生まれ変わってどんどんこう綺麗になったり肌荒れしたりっていうのを繰り返していくわけです。お肌の張りや弾力を決めるのはその表皮の下にある真皮という層にかかってきます。で真皮っていうのはコラーゲンとエラスチンだったかな、真皮がこのお肌の弾力だったりこう張りだったり、こう結構大事な役割の層になっています。可視光線と言われているのが表皮まで入り込んできます。でその次、真皮まで入り込んでくるのが遠赤外線。このテラヘルツ波、テラヘルツ波っていうのが表皮、真皮のその奥の皮下組織までたどり着きます。遠赤外線よりも体の奥までしっかりと活性させる効果があると言われているのがこのシテラです。
あの私もちょっとこれ実は箱に戻したんですけど、日常からコロ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 もう使っていて、ただ友達とかにコロコロコロどうとか言っても言うほど変わったかなっていう感じで結構言われるんですよ。今日はあのすっぴんの状態で何もしていない状態から早送りでやっていきたいと思います。まあ、分かりやすく半分の顔面でやっていこうかなと思っているので、半分やって初めとビフォーアフターで比べて、でその後、まあ、前顔やって最初と一番最後とどう違ったのか比べていきたいと思います。準備してまいりました。でここからストップウォッチを使ってですね、早速やっていきたいと思います。まずは化粧水と乳液でちょっと潤わせてからですね。結構お肌をこうコロコロするので、乾燥した状態でやるとお肌に負担がかかってしまうと思うので、その化粧水乳液使うようにしてます。あと基本多分大丈夫だとは思うんですけど、すっぴんの時にやるようにしてます。メイクしてる上からやるとなんかちょっと汚い感じしますよね、こうメイクの上からやるのね。それでは準備万端なので早速このシテラでやっていきたいと思います。よーいスタート。1分経過。実は数日前お肌すごい荒れてて、やっぱりちょっと夏とかって日焼けもしますし、紫外線強いので結構お肌ダメージ受けてると思うんですよね。でもさっき説明したようなこのなんだっけ、表皮ターンオーバーの新陳代謝あるので、まあいつも生まれ変わっていく時に綺麗なお肌が作られるようにビタミン C とかは結構取るようにしてます。ビタミン C、B2、B6、B12、あとなんだっけな、ビタミン E とか飲んで取るようにしてます。倉庫行っていたらですね、ちょっとお肌が温かくなってきた気がします。3分経過です。これさっきネットで見たんですけど、メリットとしてはまあ手軽、持ち運びも軽いので自由自在、あと電気を使っていないので濡れてもとか、そういうなんていうの、壊れる恐れがない、で半永久的に使えるっていうのが結構いいなと思う反面、デメリットとしてはやっぱりそこそこいい値段するっていうのと、あとこれ早送りして見てて分かると思うんですけど、腕が疲れるそのぐらい我慢しなさいって思いますけど、でも実際多分ずっとやってたら結構しんどいなって今なってます。4分経過。本当は5分ぐらいで終わろうと思ってたんだけどな。6分経過。ちょっと赤くなってきた気がする。いい意味で温まってきてる。疲れてきましたね。美は1日にしてならず。なんかここら辺ゴリ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 って、私この
目の周りいつもゴリゴリするので手でもこうやって押したりするんですけど、これでやるとより少しです。残り20秒。終わりました。10分頑張りました。どうでしょう、変わったかな。こっちがやっていない方で、こっちがやったアフターです。とさっきのビフォーア、完全ビフォーアからちょっと比べてどうでしょう。自分的には結構チュンってこう引き上がった感じします。すっきりした感じ。あとお肌が触った感じ全然温度が違うんですよ。これはねもう完全にむくみ取れた気がする。どうだろう、どうでしょうか。4分が経過したんですけど、気づきました。やり方書いてあったので実はこれ温めて使うこともできるっていうのを書いてあって、初めに温かいお湯に入れてローラーをこうちょっと温めてからやるとより効果が、なのでまずお湯に入れてステラローラーをちょっと温める、2首筋から鎖骨までゆっくり転がす、3頬の内側から耳に向けてリンパを流すイメージでコロコロ。結構顔をむくみ取るのにここやりたくて、私ずっとここ重点的にやってました、さっき。で4、目の周りを内側から外へ。でおでこは上下でコロコロ、中央から外へコロコロっていう工程だそうです。残すところあと1分となりました。残り10秒です。3、2、1、じゃーん、これで終わりました。10分で合計20分です。いかがでしょうか皆さん。さっきと違うかな、一番初めの始まりの時とちょっと比べていかがでしょうか。速攻性があるのってめちゃくちゃ嬉しいですよね。でこれ多分毎日続ければより効果出ると思うんですけど、まあ毎日朝起きてむくむ顔に、まあねちょっとでもこう女の子はねメイクする時に今日はメイクのり悪いなとか今日顔むくんでるな、まあ女の子だけじゃない男性も飲みすぎたなとかいう時、次の日むくんでるでしょ。速攻性のあるこういう美顔ローラーで
とね、みんなもケアしてみてください。そしてよく見たらめちゃくちゃ汚い、どうしよう、写す、モザイクかける、めちゃくちゃ汚い、写ってんのかなこれ、汚っでもこれなんかね、一つのローラーにダイヤモンドカット、わかんないけど、こうなんかただのなんかね、ピューじゃなくてカットされてるからね、いろんな面が当たるんだよね、多分顔にダダダダダダって、それもいいのかも、お肌刺激して。そんなわけで皆さん、ビフォーアフターの検証結果いかがでしたでしょうか。まあ、みんなが持ってるものだったり、これから買おうかなと思ってる方は参考にしていただけたらと思います。さて元に戻りました。この動画も良かったと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もどしどしお待ちしています。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。